お金のニュース。朗報。クレカ積み立て上限額が10万円に。3月11日のお金のニュースですね。SBI など国内大手証券、NISA にも対応のクレカ積み立て上限を10万円に引き上げる方針発表。これですね。投資信託、クレジットカードの積み立て上限額が月10万円に引き上げられるよーってお話です。個人投資家の皆さんに朗報です。クレジットカード積み立ての上限額が月5万円から10万円にアップされることになりました。 メリットは何なのか注意点はないのかそもそも何の話これら簡単に解説していきます。そもそも何の話まずはここからですね。クレジットカードで買い物をするとポイントがつくんですね。還元率1%のカードを使った場合、1万円のお買い物をしたら100円のポイントがつくし、年間100万円のお買い物をしたら1万円のポイントがつくし、年間500万円のお買い物をしたら5万円のポイントがつきます。 チリも積もれば山となるってことでね。10年、20年と積み上がるとバカにならん金額になりそうですよね。ところで、クレジットカードで買えるのは食べ物や日用品、洋服なんかだけではないんですね。株や投資信託も買えるんです。月5万円の積み立て投資をする場合、現金で購入するとポイントはなし。一方、クレジットカードで購入するとポイントがつくとなるわけですね。 ちなみに、ポイントをもらうためだけに追加で何かを契約したり、カードを増やしたり、アンケートに答えたりといった、いわゆるポイ活はお勧めしていません。今回のように、ポイントのために追加で何か契約したりとかするわけではなく、自然とポイントが貯まるものならもらえた方がいいよねと。どうせ同じものを買うならポイントがつく方がいいですよねっていう話なので、ここは誤解なきお願いします。 で、今まで SBI 証券や楽天証券では月5万円までクレジットカードで積み立て投資ができたんですね。それが新 NISA の登場をきっかけに法改正で月10万円までいけませってことになったわけですね。記事によるとこの通りです。24年3月8日。 金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正により、クレカ積立の上限額が月5万円から月10万円に引き上げられることが確定し、国内最大手の SBI 証券や楽天証券などがクレカ積立の上限額を引き上げることを発表した。引き上げの噂はあったんですけどね。今回ので確定です。次、みんなが一番気にしていること。こうなると、皆さんが気になるのはこれですよね。 どこの証券会社でどのクレジットカードで積み立てるのが一番お得なのか。すでに調べてくれた人がいたので紹介するとこの通り。オルカンを毎月10万円積み立てする想定での調査ですね。クレジットカード積み立てによる年間獲得ポイント。そこからクレジットカードの年会費。これを差し引きして一番右の列で純利益を見比べてる感じですね。SBI 証券に関しては具体的な情報がまだ出ていないので参考までにこの通り。 以上を参考に僕の結論としてはこれです。今まで通りこの2つが候補です。楽天証券と楽天カード。無料カードですね。これで年間6000ポイントゲット。で、楽天経済券は解約がよくあるので、ゴールドカードは選ばなくて OK です。 それからもう一つが SBI 証券と三井住友 NL カードですね。これで年間6000ポイントゲット。どっちでもいいです。三井住友カードの方のゴールドカードは一度でも年間100万円利用すると年会費が永年無料になり年間12000ポイントゲットできるんですね。なので普通にしてても年間100万円以上クレジットカード使うよっていう人は三井住友カードの場合ゴールドでも OK です。 で、ちなみに、プラチナプリファードは、お得すぎるので、還元率5%から引き下げられると思われます。結局は、楽天証券と楽天カード、無料カードのセットか、SBI 証券と三井住友カード、NL カードですね。そのセット、もどっちかがいいかなと思います。楽天 SBI と比べると、他のネット証券は、そもそものパワーが弱いんですね。最重視すべきは、ネット証券会社としてのサービス力ですからね。 買いたい株が売ってないとか、買いたい投資信託が売ってないとか、証券口座への入出金がやりにくいとか、操作画面が使いにくいとか、カスタマーサービスが悪い。ポイントに目がくらんで、こういうネット証券を使ったら本末転倒です。そういったポイ活は進めてませんからね。なので、僕としては、この楽天証券と楽天カード、もしくは SBI 証券と三井住友 NL カード。これが結論でいいかなと思います。最後に注意点です。どうせ同じことをやるんだったら、一番お得な。 つまり、安いとか、ポイント還元が大きいものを選んだ方がいい。これが金融の世界での鉄則ですね。例えば、保険については同じ保険金額だったら一番保険料が安いものがいいし、クレジットカードについては一番還元率が高いものがいいし、投資信託については同じ指数に連動するものなら一番信託報酬が低いものがいいっていう感じですね。S&P500 に投資するんだったら一番安いものがいいってことですよね。 だけど、皆さんの時間はただじゃないんですね。検討の時間とか、乗り換えの時間、こういったものを踏まえて、どこかで落としどころ、つまり妥協点を見つけるのも大事なことですよ。しっかりと、この辺はバランスとってもらえたらなと思います。それからもう一つ、月10万円の積み立ては必須ではないですよ、皆さん。あくまで、それだけ枠がありますせっていうだけの話で、この枠を必ず使い切るべしっていうものではありませんから。 なので、他の人が月10万円に設定してるから、私もそうしなきゃとか、月10万円も設定できない自分はなんてしょぼいんだろうとか、そういうのは一切いりませんからね。投資はあくまでも、自分のリスク許容度の範囲内で、自分のペースで周りを見ずにやるもんですから。で、月5000円でも月1万円でも、積み立て投資ができるというのは立派なことですよ、皆さん。自分の未来を明るくするために、主体的に計画を立てて実行してるんですからね。 なので、ポイントや世間に振り回されずに本質を大切にしてもらえたらなと思います。以上です。学長じゃんけんじゃーんけんチョキバイバーイまたねーそれではまた明日お会いしましょう良い一日を